こんにちは、前田和美です。鳥取看護大学身近な看護。この番組は鳥取看護大学の先生に身近な看護をテーマに生活に関するさまざまな情報や知識を教えていただきます。今回は鳥取看護大学の佐々木先生です。先生、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、どういったお話でしょうか。はい、今日は私たち普段特に意識はしていませんけれども、いろいろな姿勢や動作を行っています。で、その姿勢や動作によっては作業効率が上がったりですとか、体への負担を軽減することができます。そのお話を少しさせていただきたいと思います。わかりました。では早速よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まず、姿勢について、姿勢と動作についてお話しさせていただきます。で、姿勢というのは、体位と構えのことを言いまして、立ったり座ったり、それから横になったりという体位と、それから頭の前に倒したり後ろにこう反ったりですとか、体の前かがみになったり、それから手足の位置ですとか、そういう位置関係、それらを含めて姿勢と言います。で、その姿勢が時間的にこう経過していって、連続的に経過して何かまとまった結果になる、まとまった結果というのが食事ですとか、それから歩行とか、はい、それから排泄、そういうものになるのが動作というふうになっています。で、一日の生活の中で私たちいろいろな姿勢や、動作を行っています。食事ですとか、それから朝起きた時に着替えをしたりですとか、通勤の時には歩いたり乗り物に乗ったりというのもありますね。はい、それから仕事中立ったままの方もあれば、座ってのお仕事される方もあります。で、いろいろな姿勢をとっているんですけれども、その中でちょっとした癖があったりだとか、動きやすい方向とか動きやすさというのがどうしてもありますので、そういうもので、癖になっていることが腰痛の原因になっているというようなことがあります。で、腰痛を予防したり、体への負担を軽くするために良い姿勢であるとか動作というのが大切になってきます。はい、で、私たち看護師もさまざまなところで場面でいろんな姿勢や動作を行っていますけれども、同じようにベッド上での体位変換ですとか、それから移動とかを行うときに前かがみになったり、よく中腰の姿勢になったりということがあったり、腰をひねったり、で、日常生活とあまり変わらないような姿勢をとっているようなんですけれども、対象者の方があるので、対象者の方の体を支えるということを考えるとかなり腰に負担がきます。で、体重の4から6倍ぐらいの重さ、大きな力が、はい、腰にかかるというようなことも言われていますので、対象者の安全を考えながら行うということでかなり負担があります。で、そのような負担をかけないようにということで、ボディメカニクスという技術を使っています。これは人間の骨格ですとか筋肉といった構造や機能を力学的な視点から捉えて、良い姿勢や無理や無駄のない効果的な効率的な動作のことを言います。筋肉に緊張や負担が少なくて、正しい姿勢や動作が無理なく取られるというのが大切になってきます。で、良い姿勢というのはじゃあどういう姿勢なのかということなんですけれども、はい、皆さんのイメージの中で良い姿勢というのは今座っておられるように、はい、背筋をピンと伸ばしてですけれども、はい、背筋をピンと伸ばしてこう座っていると、だんだん疲れて、この腰の辺がね、そうなんです、疲れてきますね。はい、で、それはちょっと作業をしたりという中ではあまり良い姿勢ではないということで、一つは、力学的に安定している。これは私たち重力の影響を受けてこう普段生活をしていますので、筋肉とかのバランスの取れた良い安定した姿勢というのが一つ、それと先ほどお話ししたように疲れない、疲れにくい、はい、大事ですね、はい、疲れにくい姿勢というのが大事になります。それから心理的にも安定している。自信を持ってこう元気な時はこうしっかり前を向いてっていう姿勢が取れますけど、はい、何か不安なことがあったり悲しいことがあると、やはり背中が丸くなったりという姿勢になりがちになりますね。それからあとは作業効率です。今私は椅子に座ってお話をしていますけれども、こういう机と椅子の高さのバランス、それから机の広さというのはとても大事になってきます。それから外観が美しいというのも、やはり均整の取れた、バランスの良い姿勢というのは安定した姿勢ということが言えると思います。
このように、良い姿勢というのは無理がなくてこう自然にこう動きやすい姿勢というのが良い姿勢ですね。でこのような良い姿勢を保つことが安定した作業姿勢につながってくるということです。ボディメカニクスの活用にはこれらの作業姿勢ですとか作業域に運動の法則とかテコの原理、摩擦といったような力学の原理ということを取り入れることによって小さな負担で大きな力を生み出すということができると言われています。で実際に後半で見ていただきたいと思います。はい、では実際にボディメカニクスをどのように活用しているのかというのを見ていただきたいと思います。はい、で安定した作業姿勢というのを先ほどお話をしましたけれども、はい、安定した作業姿勢というのは一つ、支持基底面というのが、はい、大事になります。はい、私たちこう立っている時には、はい、この両足のこの面積が支持基底面ということになります。はいはい、ですので気をつけをしてこう立っているとだんだんこうふらついてきたり、ね、ちょっと辛いですね。はい、そうすると少し足を広げたりですとか、はい、片方前にこう出したりすると少し楽になります。はいはい、ですのでこの支える面積が広いだけ、少し安定した楽な姿勢を取ることができます。それともう一つはこの体をバランスを取っている、重心というものが、はい、立っている姿勢だとだいたい骨盤の中あたりにあるんですけれども、この重心が少し低い方が安定します。ですので少し膝を曲げて肩幅ぐらい足を広げ、はい、あるいは片足を出した感じでもいいですけれども、はい、少し膝を下ろした感じ、これが安定した作業姿勢という感じです。で次の動作に移りやすいというそういう姿勢になります。はい、ただ普段はあまり意識をしていない姿勢ですので、はい、今その姿勢だけを取るとちょっと膝が痛かったりとか負担がかかったりっていうふうに思われるかもしれないんですけれども、背中を伸ばした感じでそう膝を少し下ろすと安定した作業姿勢ということができます。はい、で私たちも実際このようにベッドを整えたりするときにはそのような作業姿勢を取って行っています。あとは作業域がありますので、ベッドの高さを調整したりとして私たちの自分の体格に合わせて高さベッドの高さを合わせて少し腰を下ろしてという感じで作業を行っています。であとは、支持基底面が広くて安定しているということは逆に動きにくいという言い換える動きにくいということですね。はい、ですので、いろいろな援助をする場面では私たちはそういう、安定した姿勢を取るというのが一つです。はい、で対象者の方は逆に安定していると動きにくい、ね、ということですので、はい、できるだけ支持基底面を小さくして、少し動きやすい状態にする。で、動きやすいということは少し不安定になりますので必ずこう安全に問題がないかどうか対象者の方の安全というのを常に考えながら行うということが大事です。では実際に行ってみたいと思います。はいはい、お願いします。では実際に行っていきたいと思います。はい、で今、この姿勢を仰外と言います。仰向けの状態ですね。はい、それから、右側を向いていただけますでしょうか。右ですね。はい、はい、よいしょ。はい、はい、ありがとうございます。じゃあもう一度上を見ていただけますか。ありがとうございます。はい、今特に意識はしておられなかったと思うんですけれども、うん、横を向くときに左膝を立ててくるっと腰をひねられました ね。はい、でそれが私たち自然に意識をせずに先ほどお話しした力学を上手に活用して体の向きを変えたり実はしているんです。使ってるんですね。はい、実はしているんです。ですのでそれをボディメカニクスに取り入れているという感じです。はい、ですので特別何か新しいことを使っているという感じではなくて私たちの自然な体の動きというのをちゃんと取り入れて行うようにしています。わかりました。少し上を向いていただけますか。はい、はい、ありがとうございます。でこれを実際の援助でどのように行うかということですけれども右側を向いていただきますので、はい、最初に少しちょっと枕をずらさせてください。
はい、右の方に枕を、はい、右の方ですね、はい、で少し右を向いていただけますか、はい、で両膝を立てていただきます、はい、でこの高さが一つポイントです。でこの高さがしっかり高さがあるほど小さな力で回転をすることができます。で高さが低いと少し力がいるんですけれども、でしっかり膝を立てていくと、小さな力で軽く動かすだけで回ることができます。はい、はい、ありがとうございます。ですけど今の動きですと腰をひねるということが入りますので、実際には、腰に痛みがある方ですとかという方にはちょっと使えないんですけれども、しっかり膝を立てることによって、原理としては小さな力で簡単に動かす、あ、すごく簡単に、はい、右側を向いていただくことができると思います、はい、ありがとうございます。ですので、腰が痛い方ですとかはひねりが入らないように、足の膝の方と肩を同時にこう動かすということが必要になってきますけれども、今していただいたようにこうやって、力学の原理とかを取り入れて、それから普段の自然な動作を取り入れることによって小さな力で大きな動きということにつながります、はい、先生、今日教えていただいたこういった知識を知っていると、はい、例えば家族にお年寄りがいたり、はい、病気になってしまったという場合にすごく役に立ちますね。そうですね、今のボディメカニクスというのは特に看護だけの専門の技術ということではありません。日常の生活の中で、取り入れていただくことによって体への負担というのを軽くすることができると思います、はい、ただ今日行ったのは本当原理に基づいたお話をしていますので、はい、患者さんの対象者の方の状態というのを必ず考えないといけませんので、状態に合わせて安全に行うということを意識していただきたいと思いますけれども、はい、普段の日常生活で少し、姿勢であるとか動作というのを意識していただくと、はい、体への負担というのが軽くなるのじゃないかと思います。わかりました。今日は本当に勉強になりました。いいお話ありがとうございました。ありがとうございました。